ドラクロワが、ファウスト、ファウスト第一部は、ヨハン・ボルフガング・フォン・エテによる、悲劇議曲。ファウスト二部作の第一部、1808年に発表。ファウストは、博士を取得した学者であった。彼は、あらゆる知識を極め尽くしたいと願い、当時大学を構成していた、哲学、法学、医学、進学の四学部すべてにおいて、 学問を極めるが、自分はそれを学ぶ以前と比べて、これっぽっちも利口になっていないと、その無限の知識欲求を満たしきれずに嘆き、人間の有限性に失望していた。そこに、悪魔メフィストが黒い犬に変身して、ファウストの書斎に忍び込む。学問に人生の充実を見出せず、その代わりに今度は、生きることの充実感を得るため、 全人生を体験したいと望んでいるファウストに対し、メフィストは言葉巧みに語りかけ、自分と契約を結べば、この世の日の限りは伴侶、召使い、あるいは奴隷のようにファウストに仕えて、自らの術でかつて誰も得ることのなかったほどの享楽を提供しよう。しかし、あの世で再び会った時には、ファウストに同じように仕えてもらいたいと定義する。もとよりあの世に、 関心のなかったファウストは、その定義を二つ返事で承諾し、この瞬間意を止まれ、何時はいかにも美しい。という言葉を口にしたならば、メフィストに魂を捧げると約束をする。悪魔メフィストはまず、ファウスト博士を魔女のクリアいと連れて行き、魔女のこしらえた若返りの薬を与える。若返ったと同時に、旺盛な欲を身につけたファウストは、なにふけまた、 生命の諸相を垣いまみながら、最も美しい瞬間を追い求めることになる。彼が最初に挑んだ狂楽は恋愛の情熱であった。魔女のクリアで見かけた魔の鏡に、究極の美を備えた女性が映るのを見たことから、ファウストはひたすらその面影を追い求め、街路で出会った素朴で敬虔な少女マルガレーテを、一目見て、恋に落ちる。彼はメフィストに、 グレートヒエンに高価な宝石を送らせるなどして、中を取り持たせ、ついには床を共にする。しかしある夜、風の頼りに、妹が男性と通じていることを聞きつけた、グレートヒエンの兄バレンティンとファウスト・メフィストの、二人連れが鉢合わせし、決闘となる。そうしてファウストはバレンティンを手にかける。一時の気晴らしに、悪魔・メフィストは、ファウスト博士を、地味猛僚たちの共演。 バルプルギスの夜へと連れて行く。ファウストはメフィストによって、あらゆる魔女や妖怪たちの中を引き回されるが、そこで首に赤い筋をつけた、マルガレーテの幻影を見て、彼女に死刑の危機が迫っていることを知り、メフィストがそのことを隠し立てしていたと激怒する。実はグレートヒエンは、ファウストとのジョージにより身ごもっており、 彼の不在のうちに生まれた願望を持て余した末、沼に沈めて殺してしまっていた。そうして、婚前交渉と栄治殺しの罪を問われて牢獄に投じられたのであった。ファウストは、メフィストと共に、獄中のグレートヒエンを助けに駆けつける。しかし、気が狂っても、なお経験な彼女は、ファウストの背後に、悪魔の影を見出して、脱獄を断固として拒否する。ファウストは、 罪の意識に苛まれて絶望し、O, W, R, I, N, I, E, G, BOREN と嘆く。メフィストは、彼女は裁かれた。と叫ぶが、この時天井から救われたのだという声が響く。ファウストはマルガレーテを一人牢獄に残し、メフィストに引っ張られるままにその場を去ってゆく。ありがとうございます。